藤大吾の後ろから内海輝、まずはこの1本目をどういう走りで、斉藤大吾は関係なく飛んでくるはずだ、来た、やっぱりやった、ドライバー大丈夫か、内海大丈夫か、バリーだ、俺はだから、なんか本当に言ってたんですね、とにかくもうやめろと、そう、もういいから、あれは無視しろと言いましたよね、ラインを、はい、熱い、はい、日々の相手にするなと、本当に言いましたよね、笑いが出てましたけど、こういうことになるのが分かってたんですよ。あまりのクラッシュの衝撃に、車載カメラも止まってしまった。